イスラエルのネタニヤフ首相は5日パレスチナ自治区ガザでの戦闘をめぐる意見の対立でガラント国防省を解任すると発表しましたネタニヤフ首相は戦時下では首相と国防省との間に完全な信頼関係が求められるとした上でガラント氏との関係に亀裂が生じたと説明しました後任にはカッツ外相を充てる方針です ネタニヤフ首相とガラント氏は停戦交渉の争点であるガザとエジプトの境界地帯にイスラエル軍が駐留を続ける問題をめぐり対立していましたガラント氏は解任の通知を受け停戦の実現には痛みが伴う妥協も必要だとして対立するイスラム組織ハマスとの交渉が不可欠だと改めて主張しました